はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、日常から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますに頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、このチャンネルではですね、主に僕の体の状態と、そして闘病生活での体験談と、そしてその時々でニュースになる病気に関するお話と、そして皆さんがすでに知っていることを当たり前にやっていくことで健康になっていくんだよというお話をお送りしております。はい、昨日のね、動画でね、眼科へのね、その緊急急遽予約を入れたというね、お話をしたんですけどもね、症状的にはですね、とある目薬を使い出したらですね、右目の視力が下がってきてしまって、で少し白く曇って見えにくくなってきたというねお話をねしましたよね。まあそんな感じの病況でね、2週間我慢してですよ、やっとこさ、その病院へ行ったんですけどもね、なんとね、その診察の時間になってもね、呼ばれずにですね、あれからね、昨日の動画からね、行ってもね、呼ばれなかったんですよ、なかなかね。で結局その場でね、その待合の椅子でね、1時間待ったんですよ。眼科ではね、珍しいぐらい待ったなと思うんですけどもね、まあでも、過去にそこまではなかったかなと思うぐらいの時間帯で待ったんですよ。でもね、その時間になってしまうとですね、次のね、歯医者、歯科へのね、時間なので、そっちにね行かないといけないので、眼科診察室前にいてるね、そこで忙しくしている看護師さんですよ、ちょっとまだ時間かかりそうなので、先にね、歯科口腔以外に、ね、行ってきますねと伝えたらですね、ちょっと待ってくださいね、確認しますのでと言われて、でこっちもですね、いやもう行かなきませんねんってね、こう言ったんですけど、でもね、あ、でもお待ちくださいってこうね、言われたからね、1分間ぐらいこう待ったんですよ。でも1分間待ったんですけども、なんか実際の体感時間では10分ぐらい待ったかなって感じで思ったんです。だからね、もう行きますねってこうね、僕今日ちょっとキレ気味で言ったんですよ。そしたら、それでもすごい勢いでこう止めてくるんですよ、僕のことを。もうなんかね、それに圧倒されてですね、仕方なく座ってたらですね、はい、ちょっとね、もうね、他の患者さんの診察に時間かかりますので、先にね、歯科口腔外科にね、向かってくださいとね、先生にそう伝えておきますのでってね、もうあたかもね、眼科側からのその提案をねされた感じの言い方をされましてね、ほんまにもうなんじゃこいつらとか思いながらね、でもちょっとね、こうプンプンしながらですよ、そのままね、こう歯医者へ向かっていったんですけどもね、でもその眼科というのはですね、先生の診察が始まる前にですね、まずね、必ずですよ、先に視力検査ね、眼圧の検査からね、こう始まるはずやって、でほんでその時 のデータっていうのをね出しておくんですけどもね、機能というのはその検査っていうのを何もしないままやったんですよ。だからね、おかしいなってこう思ってたんですけどもね、どうやらね、その時っていうのは僕はまだね来ていないということになってたらしいんですよ。でもこれっておかしな話なんですよ、ほんまにね。だってね、いつもね、事情改札機じゃないわ、事情受付機っていうのが僕が行っている病院にあるんですけども、その事情受付機にですね、診察券のカードをね、こうパッと通したらですね、この画面が出てきてね、画面があって、そこに当日のね、受診するその科がいっぱい表示されるんですよ。でそれを確認してから、ちゃんとね、行きましたよっていう、受診するっていうボタンを押して、で、いろんな紙が出てきて、で、当日予約が入ってる各科にですね、バッと一斉にですよ、ヤスが来たでという、こう、連絡が入るわけですよ。ほんでね、そのままね、すぐいつもやったら眼科に行ったら、すでにね、名前をこう呼ばれ終わった後の状態でして、でその時に受付番号〇〇の方は声をかけてくださいねって書いてある
掲示板がね、あの眼科の前にあって、でそのいつもね行ったらね、紙貼られてるからね、僕はその紙をペイッと剥がしてね、すいませんっつってこのいあの声をかけるんですけどもね、その日はねそれすらなくて、僕はずっとね診察室前でチーンって待ってたんですよ。ほんでそのままね1時間待った挙句にですね、もう時間かかるからね、あの先に歯科口腔以外行っていくことをお勧めします的な、この眼科側の提案って形でね、あのことを勧められてしまったんですよ。でもねちょっとね僕側にも悪いところがあって、その既存の予約ね、前回の受診した時の予約以外のね電話予約とかっていうのはですね、まず受付に行って患者から声をかけておかなければなかったようでして、まあね、でもね、あのまあそれにこう気づかなかった僕も悪かったですしね、ついたらすぐにね声をかけていればよかったんですけども、こうなんせね目がね見えにくくなってしまっててね、明らかに症状が悪化してしまっている状態なので、僕の心にはねそんな余裕はねなかったわけでございますよ。そんで歯医者に行って、まあ歯医者に行ってもですね、結局45分ぐらい待たされたんですけどもね、でもその分の時間がこう押してしまってね、結局歯医者が終わってるのも遅くなりましてね、まあ、あの歯医者の話はですねまた次回させてもらいますけどもね、でそんな時間が押してしまっている状況でね、その眼科に戻ってきたらですよ、またね少しだけ待たされましてね、もうその頃になったらねちょっと僕も諦めモードになっててね、どうでもよくなってきましてね、でそんでこれ呼ばれたらですよ、トントン拍子でね、あの検査が進んでいって、あのあれですやん、視力検査と眼圧検査とかっていう風に呼ばれて、終わってでちょっと待ったらすぐに、ね、診察室に呼ばれてね、入るとですよ、どうもね前回とこの眼圧と視力検査の数値的には変わってないと言われましてね、そこまでは変わってないよと言われまして、でもね症状があるということはですよ、もっとねこれ検査をする必要があると、ね精密な検査をする必要があるよと言われて、今度はねその瞳孔を開く目薬を右目だけにされまして、で眼底検査やら、眼圧じゃないわ、断層検査、断面図や、目の断面図やらをね、こう至る検査っていうのをね行いましてね、でまあなんかたらい回しにされた感じで、ちょっとどっと疲れた感じがして、で診察室に戻っていったわけですよ。でね、そういっぱい検査したんですけどもね、しかしですよ、検査の結果ではね異常は全く見られなかったんです。だからね先生もね頭を抱えておりました。いやこれねほんまにね頭抱えたんですよ。あーって、皆さんのリアルにね他人がですよね、見ず知らずの他人がですよ、見ず知らずじゃないんですけども、悩んで悩みまくってね頭を抱えるというねこの姿をね目の当たりにすることってなかなかないですよね。僕あったんですよ昨日ね。あと言うてもまあ2秒ぐらいのことなんですけどね、もう患者の前ではですね、たとえ2秒でもねそんな姿はね見せてほしくなかったとは思っております。ほんでねまたその診察室のね機械で、あるじゃないですか、顎のせるやつね、ちょんって顎のせてですね、目の中に光を当てられてね、青色の光とか当てられてね、見てもらっても表面上にはね、目の表面上にはほんまに傷もついてなくてですね、ほんで次にここから顎をね外して、このね機械がビーッとこう移動していってですね、先生がねこんな丸い虫眼鏡みたいなやつをね、ルーペみたいなやつをこう持って光を当てて、なんかこうやって見るやつあるじゃないですか、見られるやつあるでしょ、こうライトね、ピカーってこうライトが当たって、この丸いやつでこうなんか見るやつ、目の奥を見るやつねあるじゃないですか、あれをしている時にね白内障とね診断されたんですよ。白内障ね、で先生がこうやってしてる時にですよ、あー白内障やなというボソッとした声が聞こえてですね、僕もそれ聞き逃さなくてね、僕も思わずね白内障ってこう覗かれながらね、ちょっと強めのね声でね言ってしまいましてね、どうやらねその目の中のレンズってこうあるんですけどね、こっちが外っかと中っかとしたら、こっちの中っかの内側のねこのところがですね、ちょっとね曇りが出てきてしまっていたみたいなんでしてね、えもうほんまに白内障って聞いた時はね、ほんまにちょっと正直ねへこみましたね。もうね今年はね何もないと思ってたのにね、このままほんまにしれっとね回復すると思ってたんですけどもね、でもねその白内障というのはですね、レンズのタンパク変性のようでして、タンパク変性というのはですね、タンパク質が、人間でもタンパク質があるでしょ、タンパク質っていうのが変化ね、変化してしまうことを言いましてね、基本的には何かしら変化したタンパク質というのはですね、もうね元に戻らないんですよ。
まあ、例えばね、その僕の美容師という仕事でもですね、広い範囲で言いますとね、パーマとかカラーというのはね、ある意味ね、ある意味タンパク編成なんですよ。ある意味ですよ、ある意味ね。ほんでね、一度パーマをかけた、このくるくるってパーマをかけたね、髪の毛というのはですね、パーマをかける前のね、髪の毛にはね、絶対にね、戻りませんし、たとえね、このまっすぐストレート、まっすぐストレートパーマをしてもですね、またね、そのパーマ液をかけて、アルカリ剤やら、還元剤やら、酸化剤といったね、その薬液を使いますのでね、化学変化をさせるんですよ。ほんでね、ヘアカラーであってもですね、どんな色にね、染めるにしてもね、黒でもね、白でも、まあ白もそうなんですけどね、赤でも茶色でもね、ブリーチでもあってもですね、アルカリ剤とかね、酸化剤を使ってね、メラニン色素の髪の毛の中のメラニン色素を分解して、分解させたメラニンに染料をこう塗って、化学変化で重合させるっていうのがあるんですけども、それをさせるんですよ。で、このようにね、パーマをですね、ヘアカラーっていうのがですね、大きく言えばタンパク質が変わるからタンパク変性なんですよね。まあね、例え話になったかどうかね、わかりませんけどもね、タンパク質というのはですね、このようにね、何かしらのね、負荷がかかりすぎたらね、戻らないようなんです。でもね、白内障は別にね、そのように薬剤をね、こうぶっかけたりですね、塗りたくったりしたわけじゃありませんけども、先生の診断ではね、僕の場合はですね、免疫抑制剤が原因でしょうとね、おっしゃっておりました。で、これはね、ステロイド白内障ということに、ね、なるんですよ。ステロイド白内障のね、特徴として言われているのはですね、まあ、かなりね、初期から見えづらく、使い始めて初期から見えづらくなったりとか、視力低下のスピードとかがね、すごいね、早いということならしいんですよ。これってもろに僕そうですよね。視力の低下というかね、まあ見えにくくなるというのはですね、視床角膜炎ね、糸状の細胞が過剰に出てきてしまう視床角膜炎っていうのから始まってますけどもね、まあきっとね、あの頃からストレート白内障っていうのはちょっとね、始まってたんでしょうかね。まあ、あの頃というのはほんまにね、免疫抑制剤を飲み始めてほんまに初期でしたので、まあいろいろ重なってね、こんなことになってしまった感じですわ。でもまあね、今回のね、その白内障が発覚したのはね、右目でしたけどね、視力が下がったのは両目ともなので、ひょっとしたらね、こっちの左目もね、その白内障の可能性っていうのはね、なきにしもあらずなんですよ。でもまあ今回は右目しかね、右目の症状がすごくひどかったんで、訴えたかったんで、右目しかね、検査してなかったんですよ。でもまあそれにはね、理由がありましてね、まあ、先生からね、ほんま両目したいって言ったんですけど、まあ理由がありまして、検査するのはですね、瞳孔をね、開くためのね、目薬をするんですけども、それをね、するとですね、めちゃくちゃこう眩しくなって、当然ね、視界もぼやけて見えにくくなってしまうんですよ。しかもそれはね、5時間ぐらいは戻らないんです。なので両目にしてしまうとですね、僕はね、その後にね、車を運転してね、帰れなくなってしまうんですよ。もうそれは飽きませんってなって、しゃーなしで片目しかしませんでした。だからね、またね、日を改めてね、その検査をしてみた方がね、いいかもしれませんので、左の方ね。だからまあ近々ね、眼科の予約のね、をね、取り直そうかなとね、思っています。ということでね、右目はね、白内障になりましたというお話でございましたね。え、もうすごくね、目が見えにくいのはね、このためだったんですよ。疲れやすいしね、ほんまに。なのでね、今日はね、動画にいつもこの辺にあるね、字幕がないでしょう。今までね、多分これ15分ぐらい、14分ぐらいかな、12分かな、わかりませんけど、喋ってるんですよね。だからもう字幕が出てきてないでしょう。で、このね、字幕作業っていうのがね、実はね、めちゃくちゃね、目疲れるんですよ。もうずっとこう画面を見てるということっていうのがね、すごくやっぱり負担になってきてたのでね、これからはすいませんけど、当分の間はね、ちょっと字幕なしで、ね、行くつもりです。でもね、たとえね、いつものように難しい話僕してしまうじゃないですか、たまにね、難しい言葉とか言うでしょ。まああんな言葉をね、ブラーってこう並べて喋るのではなくですね、まあ、ちゃんとね、皆さんにね、伝わるように簡単な言葉に変えてとかね、ちゃんとね、要約してね、お話しするようにね、喋っていきますのでね、よかったらこれからもね、よろしくお願いします。あ、でもね、その白内障になったと言ってもですね、手術すればね、白内障ってね、ちゃんと回復する病気らしいんですよ。
でもそのまあ白内障っていうのはそのレンズね、曇ったレンズをあの手術で取り出して違う人工的なレンズを入れるとあの見えるようになるよって、曇りが戻るよっていうようなことなんですけどもね、あのね、があの老眼にねすごいなりやすいらしいんですよね。だからで僕はね、あのまだその視力検査をしてもですね、その時の視力検査室 の, あのレンズをこうパカパカパカパってこう変えるようなメガネあるじゃないですか。あれで矯正をかけて、一応ね 0.7 は見えてるし、右はね 0.7 見えてるし、左目は 1.2 は見えてるということで、無理にね、やすーさん、あの今ねその若いからあの早くに老眼になってもねかなんし、あのねかなんしって言ったんですよ、かなんし、手術することもね今はないと思いますよって、今すぐに別におすすめはしませんよって、もうちょっとしてからでもいいと思いますし、でもあのやっぱりねすぐにでもその生活に支障をきたしてるのであれば、あの手術はしてもいいですけどねって言ってはったんですけどもね、でも僕の気持ちとしては、まあ、手術をしてね完全にねあの見えるようにこうしたいですし、なんせね僕美容師なんで、あの片目見えへんかったらね、あのぼやけてるわけですよ。そしたら例えばカットした時にですね、あの左と右の長さがちゃうかったりね、ヘアカラーとかパーマした時にね、あの感じがね違うかったりとかするとね、あの致命的なんでね、これはちゃんとね手術して直そうと思っています。はい、まあそんな感じでね、あの白内障になってしまいましたというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。